はい、どうもこみです。さて本日は GS さんからお届けしてまいります。久しぶりですね、 GS さん。6ヶ月半年ぐらい前かな、 5V のね専門チームとして再始動するというね、ことで、まあ、それまでストリーマーとして所属させてもらっていた僕も、もう一回呼んでもらえて、今またこうね GS さんにいるわけなんですけども、これねちょっと今日は痺れましたね。普段僕ストリーマーとしてしかいないんですけども、人数が足りないからちょっと緊急参戦ということで一戦で出してもらって、ついでに、まあ、過去のその 5V の結果なんかもねじっくり見せてもらったんですよ。もうねお届けしたい動画しかない本当にそんな中から今日は激戦する3つをお届けしていくわけなんですけども、合計2回分ね動画撮っておこうと思ってるので、まあ、もう1個の方も楽しみにしておいてもらえたらというふうに思います。でまずね今日見てほしいのはありえねえとツビズ。マジでありえないとツビズがね、ちょっとね、想像を絶するその技が見れて、今興奮しまくっています。でね、今日合計3本、リプレイを見てほしいなと思ってるんですけども、まあ、まずはね、普通のとツビズをね、1本見てもらおうかなというふうに思っております。これですね、ちょっと今回失敗してるアタックになっちゃうんですけども、チュパシャックスさんアカウント、これは、ニャロメさんですね、GS さんの、なんていうのかな、軍師的な存在って言っていいのかな、もう、マネージメントを一種に、になっているニャロメさん。これね、本当はね、投石をちゃんとね、初手から狙っておきたかったんですよ。そうすると、チェーンが全部に入るんで、だいぶ効率的なスパビスになったんですけども、ちょっとね、ずれちゃいましたね。で、結果的には、まあ一応、投石も壊して、区画を処理できたんで、まあなんとか良かったんですけどね、これ、巨爆の周りに小爆弾とかあったら、ちょっとこれやばかったかもしれないですね。で、まあまあ、これぐらいの破壊力っていうのが、まあ、通常、トツウィズでやる破壊ですね。投石機とここね、あと、クロスボウがあって、その周りに、まあ、いくつか防衛があって、みたいな感じ。まあ、テスラも入ってきたんで、まあ、その辺をこうね、ガツンと潰す。イエティでも、まあ、今回のこの破壊だったら足りたかもしれない。どうかな。まあ、イエティよりは十分壊してますけどね。スパウィズを使うことによって、この中だけではなくて、こっち側のカットもできるってところが美味しいんですよね。そうするとヒーローがまっすぐこう、向かってね、流したい方向に向かってくれるというところですね。これね、本当はタウンホールでクロークを吐きたくなかったと思うんだよな。このシングルインフェルノにクローク当てたかったから、ずっとクローク我慢してたと思うんですけどね。まあ、最終的には、タウンホールでクローク吐かされちゃって、そのままポイズンダメージでやられちゃったというところですね。で、まぁ、こんな、まぁ、その、形ですよっていうのが、このアタックでは言いたかったので、ちょっとこれからね、残念ながら前回には伸びないんですよ。このマルチインフェルノが最後ちょっとね、やりきれなかったかなっていう感じかな。今これ大量に出したバルーンっていうのを、本当は生き残らして、こう回していたかったはずなんですね。なんだけど、爆弾かな、こう思いっきり吸っちゃって、全部ね、赤爆弾で落っこっちゃった。イーグル4食らったのかな、ちょっとどっちかわかんなかったけども、落っこっちゃったんで、このマルチをケアする。何バルーンがいなくなってしまって、それにずっと、周りのバルーンが焼かれ続けて、前回には伸びなかったというところですね。んで、まあ、こういう、その初手ね、突撃艦っていうアタックは、結構、まあ、スパウィズをする上ではよく見かけると思うんですよ。一番最初に、今回は、非常にこの壁にね、近いとこだったんで、別にラバーハウンドなんか当てませんでしたけども、ラバーハウンドを使って少し奥め、例えばこういうところとか、この辺とかね、こう狙っていくとか、ラバーハウンドを当てながら突撃艦を撃っていくみたいなね、感じのパターンっていうのもあったりするし、まあ、いずれにしても、やっぱ突撃艦でスパビーズ使う場合って初手が多いんですよね。だけどですよ、このね、ニャロメさんが、次流すリプレイでやっている突撃艦、これがね、えぐいんだ、本当に。やばすぎるのよ。興奮しちゃいましたよね、僕ちょっとさすがにこれは。これですね。ちょっと待ってね。手が動かないです。はい。これ。これを見てほしいんですよ。これね、突撃艦で、ここ狙うんですね、ここを。ここにスパウィズを流し込むことができれば、まあ見てほしいんですけど、マルチ、イーグル、援軍、投石2機にクロスボウ、アチャクイまでいるわけですよ。まあ、ものすごい爆発的なアドバンテージが取れるっていうことは、まあ、言わずもがなですよね。言わずもがななんですよ。なんだけど、ここに入れようと思ったらさ、突撃艦って、
こういう角度で入れなきゃいけないから、どうしたってさ、やっぱりここに、ラバーハウンドをね、ここに当てたとしても、こういうところに。届かないんですよね。絶対にここには入んないんですよ。じゃあどうするかっていうと、こうするんですよね。これ。ラバ出します。バルーン出します。で、グランドボーデン出します。で、一呼吸置いてグランドボーデンが前に行ってから突撃艦出します。で、トームかけることによってここまで届かせるわけですよ。で、さらにこのトームが突撃艦だけじゃ当然持ってないから、ちょこっとバルーンとか出すことによって、この辺もね、綺麗に一掃するんですよね。で、届いた突撃艦から出てきたスパビズが、もうガツガツ、ガツガツ、もう、やばいぐらいにえぐっていくんですよ。まだ行く、まだ行く。トルネードも回収しちゃって、アシャクイも倒しちゃって、クロスも倒しちゃって、投石まではね、トルネがあったせいでいかなかった。これ多分トルネがなかったら、この投石も落ちちゃったでしょうね。で、終わった段階で見てほしいんですけど、ここがもう綺麗に壊れていて、ここが綺麗に壊れているもんだから、まあ、キングとクイーンね、キンクイに関してはこっち側に壊るかって言って、で、ロイヤルチャンピオンをこの残ったこの部分、に入れていくような感じ、こういう風に。で、そうすることによって残す部分っていうのをここだけに限定するんですね。そうすると、まあ、対空砲もいい感じにあるもんだからさ、ここに残ったラバルがぶっ刺さるというわけですよ。いやー、やばい。これ別にラバルじゃないドラゴンとか使う人でもいいかもしれないですね。対空砲がまあ2本あるんで、ドラゴン使おうっていう風にはなんないかもしれないけど、ドラゴンがまあ使えるんだったらドラゴンでもいいかもしれない。だからこれ見てください、この状態ですよ。もう残ったのでここだけ、ここだけ、この辺、この辺だけ。もうラバルがやりたい放題回るよね。で、タンフォールに関しては、ちゃんとね、アージャクイーンのクロークを温存するように、まあ、キングを盾にして呪文とか使ってこうね、延命を図りながらやってたんで、ちゃんとタンフォールに対しては、クイーンのクロークさえ残っていれば問題なくね、これは突破することができます。あと呪文、ヘイスト2個のフリーズ1個だけど、まあ、ラバーハウンドが生き残してでも売るからね。これは強いわ。もうこっから先はもう、やっつけになりますね。完全に。やっつけって言っても、まあ、めちゃ丁寧に最後までやるんだけどさ。いやー、感動した。この手があったかって思っちゃいましたね。まあ、ドラゴンとか、ラバルって、グランドオーデンがいなくても、多少、そのやっぱ仕事ができるんですね。リガホグとかになってくると結構ね、グランドオーデンの存在ってもう偉大なんですよ。いないと結構きつくなるんですけど。まあ、ラバルは割かし、まあ、ちゃんとラバでターゲット取って、呪文が多少残っていさえすれば、それで、使えるという特徴があるので、その、今のアタックで言うと、ここ、序盤のラバルで壊した部分と、突撃で壊した部分、その中間のところにロイヤルチャンピオンですね。で、こっち側をキングとクイーンで歩かせていて、タウンホールまで取っていきながら残った部分にバルーンを当てていくと、そのようなね、形のアタックになってました。いやー、これは感動だわ。やってみたくなりません？僕ちょっとマジでラバル使えない僕だけど、これはやってみたいと思った。もう本当に気持ちよすぎでしょ、あんなとこにぶち込めたら。本当にね、本当にって、もう多分今この動画の中で僕10回くらい言ってるけど、それぐらい心の底から思ってます。はい。でね、ラスト見てみましょう。レンさんのタック、これはね、突撃ではないんだけども、考え方が近いなと思ってあげました。序盤にね、バックワードを取るっていう意味では、これクロスボウ投石、アーチャークイーン、これを全部クエイクライトニングで一瞬で折っていくんですね。で、こうすることによってど真ん中に穴を開けて、で、タンフォールに関してはこれスニゴブを当てるんですよ。いやー、うまいなと思いましたね、これ、本当に。本当にってなんか言いまくってるのは、ちょっと今日感動しまくってますね。で、タンフォールに対してはしっかりスニゴブを当てて、ここに、インビジブル当てていきますね。で、そうなってくると、これも同じなんですよ。壊した部分、壊した部分の中間が開くので、この中間にロイヤルチャンピオンを刺していくことによって、この部分を、一区画、破壊をつなげるんですね。したら今度は、キングとクイーンをこう歩かせていくことによって、中にね、残った部分またここだけになるんですよね。まあ、こういう風に破壊し終わったところの中間ポイント、これちょっとロイちゃん流れちゃったのかもしれないけど、中間ポイントもちゃんとこうロイで処理していくことによって、
ラバルのルート整備ができるっていうところですね。まあ、この場合だったら、まあ、ワンチャンドラゴンでも良かったかもしれないけど、まあ、対空に行くのはきついけど、ちょっとそこら辺は、ラバルが使えるならラバルの方が、まあ、安定かもしれないですね。てな具合です。ロイちゃんの使い方どうなんだろうな、これ。まあ、僕はこっちに行かせるのかなと思ったけど、まあ、そうするとこの部分のマルチが残っちゃうから、まあ、あえて、こう流すのが正解か。これは良くなかったかもしれないですね。レイさんがやってるこのルートが良かったかもしれない。それは訂正します。が、まあ、考え方としては、ライトニングでアドバンテージを取るというところ。さらに、スニークゴブリンでタウンホールを取るという、このダブルアドバンテージですね。この2つの大きなアドバンテージによって、その後のもうヒーローパートが、やりやすくなる、楽になれば当然伸びる、そしてそれが伸びていくことによって最終的に投入していくラバルパートに関しても楽になっていくわけなんですよね。この残り方よ、ボマーとバルーンの残り方やばくないですか。これ気持ちよさげなぐらいにもう悠々と空の旅を楽しんでますよね、バルーンだしが。いやー気持ちいいだろうな、この攻めしてる本人は。こうなってくると圧倒的なバルーン、大量のバルーンに大量のガゴイルたちによってね、殲滅していくというようなタッグになっておりました。どうでしょうか、こんな感じでやっぱ序盤にね、どういう風に相手の弱点をついていくかというところ、今回で言えばラバルが使えるレンさんなんで、ライトニングでアチャクイ投石クロスボウっていったというところですね。さらにタウンホールが壁際にこうあったんで、スニーゴブでそれを取っていくというダブルアドバンテージ。2本目のアタックで言えばニャロメさん、チュパチャプスさんですねの、突撃艦にトウムをかける。でもトウムをかけるのか突撃艦だけじゃもったないから、ラバルも出しちゃえということで、ラバルプラス突撃艦のトウムを初手に持っていくという形で、一気に序盤に爆破を取っていって、その後のヒーローパートが楽になり、それがすなわち最後のラバルパートにつながっていくというね、こうまさにその連鎖ですよね。もう正の連鎖反応みたいな感じのアタックになっておりました。これをね、発想として知っておくと、同じような火力が偏った配置とかを見たときに、あ、これやれるなっていう風に思ってもらえると思うんですよね。なんで、頭の片隅、戦術の引き出しにしまっておいてもらうことが大切かなという風に思うのでね、僕もこれちょっと使ってみて、ものにしたら少し、まあ、寝かせながら、タイミングを見て放っていくような感じの、まあね、武器にしていけたらというふうに思っています。皆さんの参考にもなれば幸いです。はい。というところでですね、本日の動画は終わりにしたいというふうに思いますけども、私のチャンネルはこんな形で、クラン対戦の買い付けの動画中心にやっております。タウンホール14から12まで幅広くね、扱っておりますので、これもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴よろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。